18明治安田生命 J1 リーグ第8節ジュビロ磐田対サガン鳥栖の一戦をお送りします。両チーム今シーズンの成績は2勝2分け3敗勝ち点は8同士という両チームです。さあそれではその磐田の今日のスタメンを見ていきます。システム今日も3バックです。ボールキーパーカミンスキー、ディフェンス高橋大井健太郎、そして新里、中盤は小川大輝、田口、山本光介、ギレルメが入っています。そして2シャドウは中村俊介と松浦、ワントップ今日は18番の小川光輝となっています。サブのメンバーです。それでは一方アウェーサガン鳥栖の今日のスタメンを見ていきましょう。ゴールキーパー元日本代表の権田、ディフェンスは4枚です。右に高橋裕二、そしてチョン・スンヒョンとキム・ミンヒョク、左には吉田豊チームキャプテンです。高橋秀人がアンカー、福田、原川、さらにトップ下には今日は7番の川野が入っています。ツートップ田川と小野という2人です。その集中力90分どちらが維持できるかどうか。ここは小野です。そしてファーサイドから小野が、吉田が入り込んでいる。ここは高橋、原川のシュート、原川がシュートを打ちました。最後はカミンスキーが取っています。ここは小川大輝へのボール。大井健太郎、高橋翔平です。右のウィングバックは小川大輝、そして小川光輝はペナルティーアークの近く、中村俊介の左足、中村俊介左足シュートを打ちました。縦パスの意識っていうのは非常に高いんですよね。狙ってますね。中村、田口のパス交換、ふわっと浮かせたボールは松浦です。松浦から小川光輝のいるがシュート打った。最後は山本光介、思わず天を仰ぎました。高橋スルーして最後は山本光介の右足のシュート。ここは田口、田口からギレルメ、ボールをキープ。さあ3バックの一角、新里も上がっている。その新里にボールが出るか。ニアサイドには松浦、そしてゴールの正面には小川光輝もいる。松浦のシュート、ゴールが決まった。ジュビロ磐田先制、11番の松浦がゴールを決めました。松浦拓也がゴールを決めました。ジュビロ磐田先制、チームにとって3試合ぶりの先制ゴール。ここは素晴らしくうまく合わせてきましたね。ギレルメ、そして新里が上がっていたシーンでした。最後ゴールネットを揺らしたのは11番の松浦です。かなりここら辺もルーズになってきましたよね。そうですね、スペースができてきましたね、はい。小川大輝が仕掛けている。小川大輝からアタッキングサード、さあ中村俊介のキック、吉田豊、そして右にアンヨンウです。ギレルメがマークに行っている。アンヨンウ仕掛けていく。香川京介もいるが、このボールチョドンゴンのシュート、もう一度チョドンゴンが、チョドンゴンの左足のシュートでした。いやー悔しそうなその表情があります。ここまずこの仕掛け良かったですよね、はい、アンヨウの仕掛け、高橋翔平のこぼれたボールを最後はチョドンゴンがシュートを打ちました。チョドンゴンから左のサイドを使う原川です。サガン鳥栖も14番高橋芳樹選手が準備をしています。原川がドリブル突破、仕掛けていく。原川右足のシュート、カミンスキー止めた。まだボールは生きている。高橋秀人、ポストに弾かれました。高橋秀人のシュートはポストに弾かれた。その前のここですよね、よく足残してましたよね。あの磐田の選手に当たってコース変わってたんですよね、はい。キム・ミンヒョクからチョン・センヒョン、このボールは弾き返した。松本雅也ボールを取りました。あーここで試合終了、タイムアップのホイッスル。ジュビロ磐田1対0、サガン鳥栖を下しました。